中型と出雲型が誕生したことで、海自の空母は事実上の4隻体制になったね。日本が空母を4隻保有していること、2タイプあることが何を意味するのか気になるところだぜ。今回は F-35 戦闘機搭載に関して議論される空母は、今後どうなっていくのかについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まず日本の空母が4隻になる意味について考えてみるんだけど、2015年10月に行われた海上自衛隊の観艦式の最大の目玉となったのが、新鋭護衛艦出雲のお披露目だったんだよね。この式は3年に一度行われる海自最大のイベントだな。出雲は2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦で、その前に誕生した日向型の日向、伊勢に続く3艦目となったよ。余談だが、このシリーズの艦名は旧国名にちなむものだぜ。しかも出雲は日向型と比べると、一回りも大きく、自衛隊最大の艦艇となったんだ。また同8月には出雲型2番艦加賀も進水式を終え、偽装作業も完了し、11月には試験航海も行われたよ。2番艦加賀が就役したことで、海自は日向型と出雲型をそれぞれ2隻、合計4隻の航空母艦を保有することになったわけだな。艦艇は長期間ドック入りする整備機関や、乗員の訓練機関及び実戦投入が可能な機関が必要となっているんだ。それぞれの機関が3分の1ずつだから、4隻体制となって常時1もしくは2隻の航空母艦が有事の即応体制を取れるようになったみたい。しかし、実は日向型と出雲型に求められる役割や能力が若干異なっているんだよな。これらは護衛艦だから航空母艦ではないと思っている人もいるかもしれないが、それは誤解だぜ。そもそも海自の護衛艦は、水上を航行する戦闘能力を有する艦艇に与えられる艦種で、世界的には軍艦もしくは戦闘艦に該当する名称なんだ。例えば金剛型や愛宕型は区分は護衛艦だけど、世間一般的にはイージス艦と呼ばれているよ。それと同様、日向型や出雲型も護衛艦ではなく、実際には航空母艦と呼ばれているな。多分一般的には知られていないと思うぜ。航空母艦日向型の日向と伊勢に関しては、満載排水量1万9000トン、全長197メートルで出雲が就役するまでは海自最大の艦艇だったんだ。主な艦載機は SH-60JK ホーク哨戒ヘリコプターで、3機を同時に発着艦させる広さの甲板があり、エレベーターで結ばれた格納庫内にはマックス10機収容可能なスペースがあるよ。日向型の主要任務は、味方艦隊への敵潜水艦の接近を阻止する対潜作戦だから、単魚雷発射艦及びアスロック対潜ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置 VLS を装備しているね。航空母艦としてはかなりな重兵装を積んでいることが特徴と言えるな。一方、出雲型の出雲と香川満載排水量2万7000トン、全長248メートルで、前述の通り日向型より一回り大きく、同時にシーホーク5機を発着艦可能であるだけでなく、格納庫内には15機も収容できるよ。しかし任務が違うから、日向型のような単魚雷発射艦や VLS は装備していないんだ。最低限の自衛用兵装しか搭載していないから、潜水艦への攻撃はシーホークや洋艦に任せることになるな。垂直離着陸型である F-35B 戦闘機の艦載を語る前に、最低限の兵装しか持たない出雲型は対戦能力重視型の日向型と比べると、より多様な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能を重視したと思われるぜ。具体的には日向型と出雲型は手術室と集中治療室が備えられているんだけど、病床は日向型8床に対し、出雲型は35床だから、当初防衛における上陸作戦時のヘリコプター拠点として考えると、出雲型が優先されることになるんじゃないかな。また出雲型の飛行甲板が一回りも広いので、陸自が使用する大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開する際も便利に活用できると考えられているよ。といっても、
あくまでもどちらが能力が高いかという話をしているだけでのことで、日向方が上陸作戦の拠点となることも十分に考えられるため、出雲方も対戦作戦のコアとしての役割を担うことは可能だぜ。また日向方と出雲方両艦のいずれもシーホーク以外の大型の輸送掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載できるらしい。それだけではなく、必要に応じて陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューイなどの小型ヘリや、大型の CH-47JJH ヌーク、V-22 オスプレイの運用も可能とされているな。大隅型は一見すると空母のようだが、れっきとした輸送艦で、上陸作戦に特化した艦艇であり、ヘリコプターの発着艦はできるが格納庫はなく、固定の艦載機もなく、一般的に航空母艦と呼べるような能力は備えていないぜ。日本を取り巻く西南諸島海域の安全保障における最大の課題が浮上したため、解決するために立ち上げた日本版海兵隊水陸機動団の発足と同時に、懸念されたのが海上輸送力の確保だったね。一朝有事の際、多くの人員や装備を運ぶためには空輸だけではなく、海上輸送も行わなければならず、そこへ必ず投入されるのが海事の輸送艦大隅型というわけだよ。大隅型登場以前の海事は、2000トン級の低速輸送艦しか持っていなかったため、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を常に切望していたみたい。日本政府も1992年平成4年に始まった数ある PKO 派遣に鑑みて、外洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感したようで、その結果、大隅型3隻の建造は認可されたんだ。従来の海事輸送艦は海岸に乗り上げるホバークラフト型だったが、大隅型は沖合に展開しつつ、LCAC 船艇や輸送ヘリを使った揚陸作戦もできるぜ。大隅型は約330名の隊員を乗せることが可能で、長期航行に備えた居住スペースも確保されているらしい。一方、装備面の輸送力として73式大型トラックなら最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を搭載可能で、大隅型が3隻あれば1個連隊規模の輸送ができる計算になるみたい。また、海事艦艇初の全通式甲板を採用したため、CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリ乗り発着が可能になり、最近の改修工事のおかげで V-22 オスプレイにも対応できるようになったんだ。ただし、前述のように航空機用の格納庫と整備機能が少なく、一定の航空運用能力しかない大隅型でさえ、収益時に空母や強襲揚陸艦ではないのかという指摘が多かったようだな。大隅型は格納庫がなく、車両用エレベーターしかないため、空母にはなれず、仮に無理をしてスキージャンプ台を設置したとしても、速力22ノットと全長178のメートルサイズでは固定翼機の運用は不可能なんだと。格納庫を持っていないということは非常に重要なポイントみたいで、これを理由として大隅型は強襲揚陸艦でも空母でもなくドック型輸送揚陸艦に分類されているんだ。やはり、空母や強襲揚陸艦などの表現は、どうしても国家の威信、財力の象徴とみなされることが多いからな。そうした風潮はすでに現れていて、日向型や出雲型に艦載される予定の F-35B ライトニング2垂直離着陸戦闘機の議論が継続中ということだぜ。それにしても、庶民としてはどうしても予算が気になるよね。光熱水費を代表としてここ数年は値上がり傾向が続いているからな。命を守るために防衛予算を増やすのは一理あるが、守るべき国民の数は年々減少していることを政府関係者は重要視するべきだと思うぜ。立派な最新鋭の兵器を購入して有事に備えていても、国民がいなければ無意味だからね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。